こんにちは。こんにちは。ちらちら始まりました。マナル富士潮の豊田です。7年ぶりに皆様方の前に顔を出してごめんなさい。すごい、7年ぶりなんです。出ないつもりだったけどよ、やっぱり目立とう選手はね、やっぱり7年しか頑張ってきなかったね。ね、どっかでやっぱり出るように引っ張られますよ、こうやって。で、今日はですね、はい、私、豊田と美玲がですね、こんな顔で、なんで花屋になったか。うん、それ知りたいです、ぜひね。24年目なんですよ。拍手。長い。24年素晴らしい。なんで24年も潰れんでいるかと。でそういうことで花屋になったきっかけをちょっと話をして、うん、はいはいはい、その中でその相手方を、まあ、あの課長の方にしてもらうとかね、はい、うん、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。今から35年前に今から35年前に逆戻りします。はい、私が10代の頃は沖縄といえば那覇、そうですね、三越近辺、その平和通り、うん、そこにいろんなものがありました。はい、中部亭は一番街、この二つだったんですが、うん、今はあなた方そう思わんだろ。そうですね、今も全く違いますね。うん、違うよ、はい、その中部の一番街とサインシティというところがね、はい、そこで私は花屋のこの真似事みたいな、はい、よろず屋というところで花屋を任されてスタートしたんです。なるほど、うん、でこれだけで花屋やったわけじゃないよ。その時に萬屋だから薬も売る、花も売る、それから野菜も売る、お菓子も売る、日常のものを売るというふうな感じでそこにたくさんの方が来たわけ。なるほど。で沖縄市小座市といえば、そうだね、27カ国の世界の方々がいる。あの当時なんですか。そうです、そうです。これはもうそこの偉い人が聞いたんで、もちろん、もちろんあのユナイテッドステーツの人もいるし、はい、それから韓国、はい、それからインド、それからバングラデッシュ、中国、そういったいっぱいの人が中部に集まって、私たちは少し儲かったんですね。でそれで花屋をやろうと思ったきっかけは、外人さんがいっぱい通るんですよ、はい、外人さんがいっぱい通るんですよ、準備しておけよ。外人さんがいっぱい通るんですよ。外人さんがいっぱい通った時にバラの花を、はい、まあ、200から300ぐらい飾ってるわけですね。なるほど。そのバラの花を200から300ぐらい飾ってる中で、はい、外人さんが来て、これはどこの外人っていうのはアメリカだけじゃないから、外国人の方ですね。そうですね、はい、まあ、ややアメリカと思うんだけど、そこの方が来て僕の前に来て、はい、How much? Yeah, this one. One lot. One piece? Okay, okay. One dollar. Two dollar. で、こうやってバラの花を急いでポケットからお金を出して払うわけ。あ、ワンダーラ、ワンフィティって言ったらこう払うわけ。なるほど。その時に、はい、あなたがちょっと立ってごらん。そうそう、そういう時に僕はあの僕はあなたは僕から買う、はい、あのバラをね、はい、あのこの時に、はい、どうぞでバラの花をあなたが取る、はい、取って僕が今度元に戻って僕外人になって今あんたすぐ女ね。社長、全く意味が分からないです。じゃあ分かった、あとじゃあ女にして、お女に、はい、じゃあ僕はバラを買って1本持ってる、1本持って、はい、1本なんだよ、1本、ここが日本人とウチナーチュの違い、バラ1本持って、日本人とウチナーチュの違い、あ、日本人とウチナーチュは一緒ね、はい、その外人と日本人とウチナーチュの違い、なるほど、ね、はい、もう多分伝わりました、ね、それでそれで、あなたは美人だとする。はい、まあ、美人、普通でもいいな。はい、で、あなたの前にこう座って、いつこう言う？嫌？相手は嫌って言うよ。あの、普通、あんたもらうわけだから、ふんって感じしないと。ふんっていう感じなんですね。嫌、はい、な顔しないで。はい、えっていう感じですね。えってやってから後に戻る。いつこう言う？えおで、後にもらう。そう。そして、あなたは立ち去っていく。なるほど。消えるわけですか。ありがとう風刺して。ありがとう風刺して。というものが。なるほど。これはちょっと訳します。これは訳します。これを2年の間に100名とは聞かないですね。はい、大げさに言えば2、300名。2、300名ぐらいの外人さんが来て、僕からたまには2ドル、たまには3ドル、たまには1ドル。だい 98% 1本でね。
ワンピース、ワンピースっていうのはあの服じゃないよ、一本でもね、ワンピースって言って一セル買っていって、その人間、その女性の前に走っていって、うん、花をあげる、 100% もらえよった。多分ワンピースってことですね。あ、今か。なるほど。それ、それ、俺何したんですか。一本を渡っていく。で、100% その一本をもらいよった。そして、僕があげたら女逃げるかなと思った時に、その花というのはそこまで女性の心をグッと取れて、なるほど、そしていて、もしそれを僕がやった場合に、もし日本人がやった場合には、いやって言って逃げないかなと。あ、私が今何を言いたいかというと、それぐらいそのまあ多分このアメリカ人かイギリス人かフランス人か向こうら近辺の方だったと思うんだけど、うん、考えたら向こうはやっぱり花の文化というのは日本の何倍も進んでるん で、うん、女性に花をあげるというのが普通。そうですね、もう普通にもう何気にやることですよね、うん、ね、大体うちなんちゅうとか日本人は夫婦喧嘩した時、うん、でちょっとあの変なことした時、はい、そんな感じで花をあげる、うん、その大きな違いを見た時に、俺は花屋をやってみようかなと思って、うん、あんなたった一本で女性の心を掴むんだったら、俺だったらまたそこに変な心があって、俺だってヘッポン開けてヘッポンの女を掴もうかな。ああ、なるほどなるほど。これで、まあ、あのその今から24年前ですよね。あ、これがきっかけなんですね、社長の。うん、富士商業今24年になるけど、結局そこで2年働いてたから、そうだね、26年前、あの時僕はあなたより若かった。なるほど。あの時僕は26かな。これを見てる方は大概分からないと思いますね。分からないかい。でその時やっぱり一番街はまだ活気あったから、そういうものが単純のように見えて私のきっかけだったね。そう、あんたのきっかけは？私のきっかけ、基本的に本土の方にいたんですよね、うん、本土の方にいて全くまあ職種は違う仕事をしていてですね、うん、で、まあ、まあうちの親父の社長がですね、誰よ、はい、うん、俺が社長か、まあ専務か分からないですけど、何してるのと、いや仕事してますよ、そうそう帰ってこいよ、分かりました、で、まあその中でですよ、あ、まあ、全然広がりがなく面白くないんですけど、そうだったね、そうだったね。それで今、まあ、この富士商に入社させてもらって6年に至るという。そうだね、はい、だからやっぱりあの花屋さんになるべくじゃなくして花屋になってしまった。花屋さんになる気持ちは 100% に近い状態になかったのになってしまったという自分がまして24年もやっているというのは、うん、嘘みたい。はい、うん、そんな感じで ね、 そうですね、今久しぶりに行くと、うん、もう人が3匹ぐらいしか通ってないんですよ。糸満、あの一番街と最初で、あの頃はもうみんな貸し店舗や、うん、なんか、はい、もう寂しい。なんでああなったんですかね。花人間、まあ、そのまあ人間とか、まあ、向こうの、まあ、土地柄というか。いや、これはテレビまで言ったら怖いんだけど、なるほど、まあ、あのこれだと切らないから、あまり契約も切らないです、このまま行きベトナム戦争時代、はい、沖縄で一番儲かったのは一番街ですよ。なあ、まあベトナム戦争時代、もう何年ぐらい前ですか。1965年時代、あんた生まれてねえよ。生まれてないです、ね、僕が5、6歳に7歳8歳、その時にベトナムと戦争する、はい、そこに米兵が来 る、 なるほど。その方々はアメリカに来て、そこからベトナムに飛ぶわけよ。なるほど。その時に生きるか死ぬか、はい、そういった時に飲み屋に来て酒を飲んで、あ、なるほど、奥さんじゃない、飲み屋のママの前でお金を積んで飲んで、お金をこうつまげて飲んで、全部飲んで帰る。なるほど。そこでもう飲みだめというか、そこで小沢はしたたかいっぱいたくさん儲かったわけや。潤ったわけですね。儲かった。この儲かった方々が今80、90、100歳。なるほど。その息子が、はい、働くかや。働くかやっていうわけじゃないですね。まあ、働かんでお金あるの。あんな、なんかそうじゃないですか、ね。ちょっと怒られるから。そうか。まあそれぐらい。それぐらいやっぱりあのものすごく儲かって、そのやっぱり小座の方々は今でも
70、80、90の方は持ってますけど、はい、ビジネスというふうな状況したときに、あの駐車場の面とかそういったものが時代とともにあの小さい。なるほど。で、茶谷に行って、うん、それからあの東海岸沿いに行ってというふうに、はいはい、真ん中の空洞になってるな。これからですね、そういったこの茶谷、今出た茶谷とか、まあ、議論もそうですし、まあ、沖縄市も近いうち、まあ、そういった意味で大工事が進められるのかどうか。まあ、これ結構盛り返してましたね。そうですね。すごいなんか形状がボコボコしてるじゃないですか。うん、まあ中臼区の方に来かぶんですけど、向こうで2年か2年半ぐらいは、まあ、トータル的にはもう何千億ぐらいのその町ができますからね。すごい今、まあ、工事で、それはすごい規模ですよね。天下のジャスコさんが作り上げて、向こうはもう何千億規模ですよね、トータル的にあれば。だそういう風なもので、やっぱり時代が35年は僕はやっぱり重大だと、35年も変わるね。あの小田の町を再び取り戻せということでいろいろ考えてやってるんじゃないかなと思うけど、そっか、ここで、これのきっかけ、そうですね、横に走ってんじゃね。全ての原点はこの一本の花を一本の上げた、そう、あ、そう、覚えてましたね。その花からの流れで今ものすごい脱線に入ったんですけど、その花に戻し、衝撃的ですよね、この女性にあげたこの姿がね。あれはね、びっくりしたね。でも見ないですよ、日本で男性がこんなね、女性にあげて、見ないですね。似合わない。似合わない。まず似合わない。似合わない。まあ、あともう、シャイなんですかね。それともちょっとこの、でも花をあげる、ね、男性が花をあげるってこの発想ってすごくないですか。そうですね、でもそういうロマンチックっていうかないですよね。やっぱり習慣化されてないんで、これが一番だね。あの奥さんなんかは花をもらわなかったら、相手の奥さんからもらったのになぜあなたはあげてないというぐらい夫婦喧嘩するぐらいだ。それぐらい花というのは普通、それで愛おしい、効果っていうものを分かってるけど、日本人はそのあげ方はずっと遅れてるね。ずっと遅れてる。やっぱ恥ずかしいとかもあるのかな。どうですか、女性の方から。例えば、嬉しいですよ、一本でももちろん。花ってなんかやっぱり特別ななんかありますよね。お花をくれたみたいのがありますよ。ね、まあ、自分の中では、まあ、永遠の2番手だとは思ってるんですけど、まあ、何かにつけて花がくっついてくると、気持ちがもうなんか違いますよね。だから特に沖縄の男どもがね、あの花をあげるのがとても下手くそで、数多くあげれば女性を口説ける、落とせる、俺の女になるというのは 100% じゃないけど、ややくぶくりん間違い。確かに。だから花はタイミングなんで、100本あげて、まあこれは前も言ったけど、うちの元従業員で1000本のバラを彼女にあげて振られた原因。名前言おうかね。ダメですね。これダメです。そうです。あ、そう。これ言ってしまったら大変なことです。年を。今ね、37歳。彼女に1000本のバラあげて、振られたって僕の前で泣いてきとって。だから、数あげたらしかむって。数あげたらしかむのに、だから、1本あげたら、何とも思わないけど、それを定期的にストン。ストン、あげたら喜ぶって演出ですね。当たり前です。まあ、あげる前のこの、なんていうんですかね、この、あげる前のこのさりげない、この、なんていうんですかね、この演出。うん、2回の、3回ぐらい言いましょうか。だから、花をあげるときでも、赤いバラ、黄色いバラ、白いバラ、ピンクのバラ、その意味を分かってあげきれるかどうか。あなたと共に青春真っただ中、赤いバラ。情熱のバラ、黄色いバラをあげるときは嫉妬するほどあなたは愛してる、永遠の優しさはベイビーズということで、この白いバラの花をあげるとかね、そういうふうに分かってあげるぐらいじゃないと、ただ単にバラあげても女性は花心を分かる人は売れんのも分からず、じゃあ、 またあげ方をいろいろ聞きたいと思いますね。